三鷹市芸術文化振興財団が主催するさまざまな企画の中からおすすめをピックアップしてご紹介する三鷹アーツニュース。今回は6月28日から公演が始まります太宰作品をモチーフにした演劇の第10回はぐれさらばがじゃあねと言ったについてお伝えします。三鷹市芸術文化センターでは三鷹ゆかりの作家太宰治をモチーフにした演劇公演を毎年大冬季の時期に行っています。記念すべき10年目の今年は福原光則率いる劇団ピチチクインテットを迎えて行われます。今回の作品は初期のアルトハイデルベルヒと7つの太宰作品を題材にした福原光則作演出によるオリジナル作品です。悲しくも愛すべき人間たちのつぶやきを鋭くかつ温かい視線で描いた独自の世界観で多くの観客の心をつかんできた劇団ピチチクインテット。今回太宰作品をどう掘り下げていくのか注目が集まっています。それではこの公演の見どころなどを作演出の福原光則さん、ご出演の菅原英二さん、野間口徹さん、久我沢徹さんにお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大勢で来ていただいて、すいません、大勢で来てしまって、いえ、どうでもないです。もう太宰作品をモチーフにした演劇っていうのはもう10回目になりまして、はい、この時期三鷹ではもう本当に恒例となっているんですけれども、今回依頼があった時はどんなふうに思われましたか？単純に嬉しいなって思いましたけど、もともとやりたかったんで、はい、なんで呼ばれないんだろうなと思って。ちょっと10回目の節目のところに撮っていたんじゃないかと。そうですね、はい、はい、でもともとでは太宰の作品っていうのは興味があって、小説文学も何でも読みますって子供だったんで、はい、太宰はもちろん読んでました、うん、はい。でその中でも今回はその初期の作品のアルトハイデルベルヒ、はい、これが一本筋になっているそうなんですけれども、ちょっとあらすじを読みましたら、はい、静岡県の三島市を舞台にしていて、はい、で己の未来をこう知っている文豪と、はい、あとはもう先が見えない凡人たちがこう、ね、絡み合うという、すれ違っては絡み合うと書かれてましたから、はい、凡人っていうイメージがその登場人物たちの中だけでこう差がついてるだけで、多分お客さんから見たらみんな天才たちっていう話だと思います。なので天才たちのちまちました苦悩という話になると思います。はい、じゃあそういう登場人物が今日はここに3名来ていただきましたけれども、はい、まず菅原さんから。はい、太宰治です。いや、対馬修司役をやらせていただきます。はい、菅原さんは太宰にはどんな印象を持っていらっしゃって、はい、またこのお稽古始めてか、その台本読んでそこが変わったとかありますか？すごく光栄だなと思ってますし、うん、みんなが多分やりたいだろうし、やりたくないだろう役だなっていう、皆さんのイメージがやっぱりすごく強いような気がして、うん、それを演じるというのは、プレッシャーだなという気持ちがありますけど。そして野間口徹さんは、はい、そうですね、はい、役名では薬屋としか呼ばれないんですけど、はい、横溝正史ですね。はい、そのやっぱり実際にいた方を演じるっていうのはどうなんですか、役作りとして。まあでも太宰ほどイメージ出来上がってる人ではないと思うので、むしろ役の金田一の方がその前に出てる人なので。久我沢さんは高部という役なんですけども、はい、ちょっとまだよくつかみきれない台本が全部上がってないんでちょっとよくわからないんですよね。はい、伺いましたら、3分の2ぐらい。そうですね、はい、ということですけど、もう完成したみたいなもんです。あ、ほぼ、はい、それを受けて皆さん台本読まれて、時系列がちょっとグレグレしたり、はい、最初に読んだだけだとちょっとなかなかイメージしづらかったんですけど、はい、福原さんの僕が今まで参加しさせていただいた時の思うとまた全く違う新しいことにチャレンジしてるなという気がするんで、すごく楽しみではあります。ピチチの初日、稽古初日に台本がいっぱいあるっていうこと自体で僕面食らったんですけど、今回も、
一筋縄ではいかない台本だなっていうのは思いましたけど、はい、果たしてちゃんと見せれるのかどうかって不安です。なかなか難しそうな印象ですが、宣伝でも、いやもう最高に面白い台本が上がってきてとにかく演出家としてはせっかちなんですよ。何でもこうすぐに決めたがるタイプなんで、いい演出家なんですよ、ね、今日はあの稽古自体は3日目なんですね、はい、で初日に本読みして、昨日すでにその終わりが見えないのにその立ったので、僕的にはもういつもこんなことは言わないんですけども、昨日帰ったらちょっとあのめまいがしたんですよ速さについていけなかった情報が処理できなくて、はい、このめまい感がいい感じでお客さんに伝わるとすごいいいんだろうなって、うまくまとめてみました。ありがとうございます。私たちもこう見終わった後にこうちょっといい感じのめまい感、あ、でもそれは本当に冗談抜きで、うん、そういう芝居にしたいなとは思ってるんですよ。あの多分ね、見てる方が不安になるかもしれないですけど、台本が最後までないのも、はい、わざとなんですよ。 あんまりあの自分の中だけで作品を完結したくなくて、はい、途中まで書いて役者さんにキャラクター立ち上げてもらって、そこで出た、はい、な僕が思ってるのと違う芝居をしてくれるんで、はい、あのそれを踏まえた上でじゃあこういう結論に至ろうっていうのをいつもまあ思いつくんで、あのホームページを拝見しましたら、はい、太宰が好きな人も嫌いな人も楽しめますよと約束しますとか、ね、はい、あったんですけども、はい、その今回そのアルトハイデルベルヒの他に複数の作品がちょこちょこ入ってるらしいんですが、はい、そうですね、そのあたりはどんなものが入ってるんでしょうか。どんなものが入ってるか当ててほしいですね、はい、あのファンの方とか、はい、ぜひ本当にあの細かく切り刻んだりとか、はい、うん、作品そのものの例えばストーリーとかよりはきっとこういうことがあって、それを動機にこの作品書いたんじゃないかみたいなことで盛り込んだりもしてるんで、ぜひ当ててほしいです。あのチラシには7つの太宰作品って書いてあるんですけど、はい、24個ぐらいある。あ、そうですか。そんな、全部書きアンケートに書き出していただいて、何かあります、正解した方には、はい、もうあの芥川の全集、芥川ですか、芥川ですか、頑張りますよ。そしてもう一つが、その読書としてではなく感激としてという、はい、やっぱりその見せるという、あの僕本読むのが好きっていうのもあって、あの結局舞台見た時に本読んでた方がいいじゃん、やっぱり家で太宰読んでた方が良かったなって思えちゃうと、わざわざね交通費払って劇場まで来てもらう申し訳ないんで、芝居として劇場で見る楽しみっていうのはあの失わないようにあの作りたいと思ってますんで、そういう意味でもうだから太宰好きな方はもちろん、別に太宰って誰っていう人でも普通にお芝居として見に来てもらっても構いませんし、はい、楽しめると思います。あの私は太宰が好きなのでいろいろ読んでるんですけど、はい、それでもやっぱりあのこ の, あの太宰作品をモチーフにした演劇公演には何とか来ていて、違う発見があるんですよ。それはとても面白いなと思っていて、やっぱりその作演出家の目を通したこう違った太宰が出てくるし、はい、そんな発見がきっと皆さんあると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ただいまご紹介したピチチクインテットによる太宰作品をモチーフにした演劇第10回はぐれさらばがじゃあねと言ったは、三鷹市芸術文化センター星野ホールで6月28日から全12公演が行われます。料金は一般3500円。皆さんぜひご来場ください。